情報ライブミヤネ屋は2006年7月31日から読売テレビの制作により日本テレビ系列局で月曜日から金曜日の13時55分から15時50分に生放送されている情報番組ワイドショーでミヤネ政人の冠番組である。略称及び新聞テレビ欄でのクレジットはミヤネ屋。 2005年11月11日から2006年7月28日までの毎週金曜日に関西ローカルで生放送していた劇テレ金曜日を帯番組に発展させたもので司会は引き続き宮根が担当ただし祝日や年末年始における特別番組の放送ドラマチックベースボールや高校サッカーなどのスポーツ中継 NNN 報道特別番組の編成などの場合に、放送休止ないしは、放送時間が短縮される場合がある。記者会見の中継など、ニュース映像について、日テレニュース24のものを使用する場合がある。当初は、劇テレの流れで、一般視聴者による、スタジオ観覧を行っていたが、後に放送スタジオが、読売テレビ第2スタジオから第3スタジオに変更になった。 2007年10月改編にて、ザワイドの後継として編成するため放送時間を変更し、開始当初は関東、長野以外の全国各地で放送されることとなった。2019年9月2日からは、読売テレビ第3代目社屋の第一スタジオ2点。読売テレビが夕方に帯のローカル番組を設置するのは、1990年9月に終了したバラエティ番組。 ザマーカンカン以来約16年ぶり。その当時、関西地区では、夕方の生放送は、バラエティ番組が多くを占めた。読売テレビも属する、日本テレビ系列の地方局は、ドサンコワイドの成功をきっかけに、お,おバ番です。テレビ宣言や、明太ワイドなどの番組がスタートしていったが、読売テレビは、火曜サスペンス劇場の再放送を、長年、 サスペンス傑作劇場として放送し続けてきた。2005年11月、前身、劇テレ金曜日の放送を開始し、司会に2004年3月に朝日放送を退社した、宮根を起用。2006年6月30日に、早朝のローカル情報番組、月金が終了したことに伴い、劇テレの放送拡大が決まった。読売テレビの報道局、 制作スポーツ局、編成局が一丸となって制作し、スタッフ確保のために、月金の出演アナウンサーやスタッフの一部が本番組にも携わることになった。放送拡大に先立ち、7月16日未明に、裏番組、FNS26 時間テレビ打倒をコンセプトに、プレ番組を深夜から早朝にかけて生放送。 スタジオ内に設けられた大掛かりな流しそうめんを食べる等、深夜番組ならではの企画が多数用意された。劇テレの後継番組として2006年7月31日に放送開始。宮根は番組開始に先立ち日本テレビタワーに赴き、放送第1回では、午後は思いっきりテレビ司会の美のモンタとの対談の模様を第2回では、 ザワイドの草野ひとしとの対談を放送。宮根が美の草野と共演した番宣用スポット CM、マダムの午後は読売テレビも制作された。前進、劇テレ金曜日と同様に直前に放送されていたザワイドが終了した後、CM を挟ます15時49分からスタート。2006年9月4日からは15時50分からの1分遅れでの 放送開始に変更15時49分からの1分間は CM があるわけではなく今日のミヤネ屋と題した放送予告の VTR が流したため実質15時49分からのスタートに変わりはなかった。また本番組の開始により読売テレビでは12時スタートの思いっきりテレビからザワイド本番組 NNN ニュースリアルタイム ニューススクランブルまで平日午後の7時間連続生放送が実現した。2005年3月27日で終了した週刊トラトラタイガースの流れを組んだプロ野球阪神タイガース応援コーナーも本番組内でトラトラ R のタイトルで放送されていた。2007年9月28日読売テレビと日本テレビとの共同制作番組だったザワイドが放送を終了。 10月1日からこれまでの15時50分17時50分の放送時間を2時間繰り上げ、ザワイドの開始時刻と同じ13時55分から16時43分の約3時間の放送となった。日本テレビ系列各局からネット希望の声が上がり、読売テレビのみで放送していた本番組は、この日より読売テレビを含めて26局で放送を開始した。ただし、 中京テレビは一週間前の2007年9月24日から山梨放送と福岡放送では編成上の都合から翌週の9日からネットを開始した。稀に自社制作の情報番組や通販番組、他局の番組を放送するつぼねへの配慮から14時55分に飛び降り点が設けられている。NNN 報道特別番組や日本テレビあるいは NNS 系列制作の特別番組を放送する場合は番組の放送時間を短縮することがある。特別番組の放送時間帯によっては番組を休止する場合もある。系列局が在阪局の午後番組をネットするのは2006年3月まで西日本の FNS 系列にネットしていた関西テレビ以来のこととなる。本番組が全国放送になったことで 読売テレビでの夕方のローカルワイド番組は2009年3月30日に関西情報ネット10が開始されるまで1年半空白となった。ザワイド以前に放送されていた2時のワイドショー BE アップル2時の枠も本番組に衣替えされている。ザワイドの番組開始の頃は日本テレビと読売テレビがそれぞれに制作コーナー枠があったが、 あとに1995年春頃に折市のオウム真理教関連事件の報道に時間を割いたことから自然と読売テレビのコーナーがフェードアウトのような形で事実上廃止され共同制作でありながら事実上日本テレビ単独制作であった2004年に読売テレビ主導になったものの内容にはほとんど変わりがなかったため 実質読み売りテレビ初の全国ネットによる主婦向け午後、ワイドは12年ぶりの再開となった形である。関西ローカルの番組だったが、劇テレ時代から東京で活動している文化人、タレントをコメンテーターとして起用していて、関西色はやや薄められていた。だが、関西とその周辺地域のみで放送していた16時代は、かなり、関西色が強くなっていた。 中京テレビは同番組をフルネットで放映した上、東京支社の制作担当者を読売テレビの同番組に派遣して、月数回程度書く、レギュラーコーナーや特集で、同局放送エリア内の東海3県に絡む場合、同局のアナウンサーが出演したり、一部コーナーや特集の VTR も制作するなど系列局の中では一番精力的に協力していた。2008年からは、 新ドラマの出演者が番宣のためにこの番組に出演するようになる。ただし、スケジュールの関係で日本テレビのスタジオからの二元中継という形で出演となっている。しかし、2015年4月からスタートした日曜ドラマに関しては読売テレビ制作の作品であっても、宮根が司会を務める情報番組、 ミスターサンデーとを追っているためなのか、なぜか宣伝が行われていない。2008年3月までは、東京には、芸能担当の小前が出演、聞き手に回っていた。3月25日は、長谷川重都氏が、同スタジオから出演。当日制中継される2008年、大リーグ開幕戦ボストンレッドソックス対、オークランドアスレチックスの見どころを解説した。現在、 東京から新ドラマ、特番出演者の番宣については主に、昼なんです、のスタジオもしくはマイスタなどから、政局関係のニュースで政治家が出演する場合は、ニュースエブリーのスタジオから、それ以外は、日テレタワー内の読売テレビ、東京支社から中継をつないで行われている。読売テレビ制作の連続ドラマ、バラエティ特番、映画、関西で公演される舞台に関しては、 出演者が直接ミヤネやスタジオで宣伝することもある。2007年10月以降、関西エリア以外で起こった事件、事故を扱う場合、系列各局の協力のもと、系列局記者やアナウンサーが取材し、リポートする形をとった。また海外や当時ネットしていなかった関東エリアで起こった事件を扱う場合にテレニュース24や、 ストレートニュースなどの VTR を使っていたが、日本テレビのネット開始決定の影響もあり、本来ネットされていなかった日本テレビが積極的に中継協力をするようになっていた。2008年3月31日以降は、地上波において完全全国ネット化したためか、それまでは一人だけだった外部の事件、自己リポーターの数が増加し、取材範囲も日本全国に拡大。 他局の情報番組同様の体制となった。ドラバラゾーンを系列局で唯一日本テレビからネットを消していたテレビ新州で2008年1月7日から当番組のネットを開始し、ザワイドをネットしていた NNS 系列局で本番組をネットしていなかったのは日本テレビのみとなる。ドラバラゾーンと口コミジョニーの打ち切りにより3月31日より 日本テレビでも当番組をネットすると報じられ、1月22日の読売テレビの会見で日本テレビでの放送が正式に発表された。関東での放送時間は月から金曜日の13時55分から14時55分の1時間の飛び降り編成となった。読売テレビ単独制作の午後の全国ネット情報番組は BEApple2 時以来15年ぶり。 午前に2005年10月から2006年3月まで放送していた、なるとも、以来2年ぶりに読売テレビ単独制作の全国向け番組の逆ネットとなる。日本テレビでは15の16時代は、月から木曜日がアナパラを、金曜日がドラバラプッシュをそれぞれ新設したが8月1日をもって終了。8月4日からは午後ドラを放送することにした。 日本テレビでのネット開始にあたって、読売テレビは、関東地区向けに日本テレビでのネット開始を PR する CM を制作し、それが、関東地区では、ネット開始前の数週間、平日午後の再放送枠などで繰り返し放送された。この日本テレビでのネット開始には、以下のような背景がある。在犯在京の局間の関係が、読売テレビと日テレでは、 比較的良好で、多くん、番組を相互に制作したりネットするとはいえ、両者はあくまで別会社であり、制作量で収益にも大きく、関わりが出ることから事前に、協議の上で、それぞれが全国ネットの番組をどれくらいの割合で制作するかを決めている。それまで放送されていた制作枠が、減少傾向にあった上、月曜21時代の読売テレビ制作枠が、 極端な停止聴率にあえいでおり、同枠を読売テレビから返上させて、辞局で手こ入れしたいと同時に、辞局制作での手こ入れに失敗した平日午後の時間帯を補強をしたいという日本テレビとの思惑が一致したことも背景にあった。この日本テレビでのネット開始により、同局が本格的に制作協力するようになったほか、十四時五十分頃のニュースコーナーもこれまで昼のニュースや、 思いっきりいい。テレビのニュースコーナーの映像を使って森若が読み上げて、いたのをやめて、日本テレビ報道フロアから中継でニュースを伝える、形に改めた。その後の宮根は、東京発の全国ネットのテレビ番組に、決して頻度は多くないもののゲスト出演するようになる。テレビ東京系全国ネット番組の出演歴は、在阪局制作を含めても、現時点でない。 宮根のの古ス、朝日放送が属するテレビ朝日系列についても、ワイド。スクランブルが、おはよう朝日ですを取材した際に一度 VTR、出演した。8月20日は、日本テレビなど18局で初めて、宮根屋を、フルネットした。宮根曰く、本番組が、全国ネット化されたことで、大阪のおばちゃんに、天狗になったらあかんでと言われてしまった。 同じく宮根は本番組におけるギャラは関西ローカル時代と全国ネットカゴで変化がないことを明かしている。ネットセールス化を機に同時期から放送時間を拡大する系列局が西日本で相次いだ。そして2008年9月1日からは日本テレビでも放送枠を13時55分から15時50分までに拡大した。 2008年9月29日からは、放送時間が約1時間短縮されて13時55分から15時50分の1時間55分となり、この時間帯の前番組、ザワイドと同じ放送時間となり、残りの1時間枠が、ローカルセールス、再放送枠。2010年3月22日から3月26日は、全国ネット化2周年記念スペシャルとして、 地域限定で16時48分までの3時間、拡大放送を行った。また、半年後にも拡大放送を行った。上記3局は、日本テレビがネットしていなかった頃から、全国ネット初期の頃も16時台の放送を行ったことがある。2010年3月をもって、宮根は同じく司会を務めてきた、おはよう朝日ですを降板し、平日は本番組に専念している。 一方、4月より週末は、東京へ赴き富士テレビ系列、ミスターサンデーの司会を務める。2010年3月29日より、福井放送が、2010年7月5日より、山梨放送が、番組終了時刻の15時50分までのフルネットを開始し、自社制作番組、明太ワイドを放送するため飛び降りていた福岡、放送も、 メンタイワイドの放送時間の移動に伴い2011年4月4日以降は正式にフルネットを開始することで通常時に14時台での飛び降りを行うつぼねはなくなった2010年7月14日に放送回数が1000回を突破2011年10月3日放送分から編成上の音声がステレオに変更されたが BGM 効果音含めて モノラル音源で放送されている現状は変わっていない。2012年2月6日、放送分からは、黄色と黒色を基調にしたスタジオセットを導入したり、不定期で放送していた海外取材企画を、水、木曜日のレギュラーコーナー、世界電波ジャックに昇格させたりするなどのリニューアルを行った。2014年1月6日から2017年3月31日までは、 CS の日テレニュース24でも、ミヤネ屋ニュースの番組名で14時54分15時10分に、部分同時ネットを行っていた。これにより、地上波で本番組を視聴できない地域であっても、一部時間帯のみでは、あるものの、視聴可能であった。9月29日より、放送時間帯は変わらないものの、第一部、第二部の枠切りがなくなり、 前編ネットワークセールス枠に移行したお臨時で、ネット返上することがある。同年10月1日より、字幕放送を開始。2015年3月2日から3年ぶりに、スタジオセット変更し、同時に、林真央がアシスタントに就任。同年3月30日から番組開始以来、使用されたオープニング CG が、初めて一新された。2020年8月3日より。 林の公認として、沢口美穂がアシスタントに就任した。同時に、オープニング CG テーマ曲も変更された。高野花親方の当選が注目された、日本相撲協会の理事選挙を中継した2010年2月1日に、関西地区で16.0%、関東地区で15.3%を記録し、最高記録となっている。2015年3月30日より、 関東地区では本番組の真裏に新たに2曲で生情報番組ゴゴスマ、ゴーゴー、スマイル、マイナス、直撃ライブグッディが開始されるも関東地区においては本番組は概ね8から10%の視聴率を獲得しているのに対し2つの新番組はいずれも2から3%の視聴率の獲得に止まり2015年8月末の 段階で民放では100週連続の時間帯主位を獲得するなど、好調を維持していた。2016年5月の段階では、1 2 1 3十7日の順に本番組が6.3%、7.3%、10.2%、ゴゴスマが1.8%、2.4%、4.1%、グッディ第一部が3.0%、4.2%、4.6%の、 視聴率をそれぞれ記録している。その後、本番組は6%程度になったの対し、グッディ第一部が5%程度を記録するようになった。2017年10月4日、放送分では5 4を記録した、ゴゴスマに初めて同時間帯の視聴率1位を譲った。2017年12月6日には本番組は5.5%を、 記録したが、グッティ第一部が5.3%を獲得し、枠比較では、ミヤネ屋が、グッティ第一部に、僅差で上回るも、グッティ第一部放送時間帯において、フジテレビが、グッティ、開始以来初の時間帯1位となった。2018年5月23日には初めて全編、通じて時間帯1位の座を、グッティ、に譲った。2020年に入ってからは、 ゴゴスマの関東地区での平均視聴率が上昇傾向にあり、同年6月29日放送分は本番組が5.6%に、対し、ゴゴスマは5.7%を記録し、2019年12月5日放送分以来8度目となる関東地区での時間帯1位の座をゴゴスマに譲った。さらに、 同年11月12日放送分でも本番組が5.8%に、対し、ゴゴスマは6.0%を記録。その後も、ゴゴスマに苦戦する日が増えるようになった2021年に、入ってからも、ゴゴスマの好調は変わらず、1月の関東地区の月間平均世帯視聴率では、ゴゴスマが6.6%に対し、当番組は6.8%を記録し、 月間平均世帯視聴率では当番組が1位という結果だったが、個人視聴率では、ゴゴスマ、ミヤネ屋共に3.3%を記録する結果となった。また2月4日、放送分でも当番組が6.9%に対し、ゴゴスマは7.1%を記録。その後も、ゴゴスマとの互角な視聴率争いを展開している、は、全身の 劇テレ金曜日から引き続いて出演している。は、玄関前トークに出演している。月曜日、火曜日、水曜日金曜日不定期出演、すっきり、ニュースコーナー、NNN ストレートニュースと兼務、全員読み売りテレビアナウンサー。総合司会、ニュースキャスター、気象予報士備行夏休み等による、代打出演レギュラーレギュラーパネリスト、国会担当コーナー担当月曜日。 水曜日、木曜日、金曜日2007年10月以降2009年度より、主に年明けを中心に特別版が放送されている。これらはすべて事前収録のトークバラエティとなっている。2009年度から2012年度の年始初回放送は、年始編成のため、全局第一部のみの放送となり、新春スペシャルとして放送した。2013年度は1月4日に、新春スペシャルを、 前年度まで二順次、2014年度は12月29日に年末スペシャルを年末編成のため、いずれも通常回とは別枠で放送した。2015年度以降、毎年1月4日に通常回とは別枠で新春スペシャルを放送した。実り、江頭優也時刻表記はすべて日本標準時で表記する。ここまで読売テレビのみ放送。 日本テレビテレビ新州以外のツボネはいずれもザワイド終了に伴う後番組扱い。日本テレビテレビ新州はドラバラ像打ち切りに伴う後番組扱い。2014年9月26日までは全局で第2部を放送していたがローカルセールス枠だったため編成の都合で一部局では不定期に臨時ヒネットとすることがあった。 同年9月29日以降も一部局では不定期で14時55分以降をネット返上することがある。15時48分30秒で番組本編は終了するが一部ネット局はそのまま自社制作の夕方ワイド番組エステブレレスで接続する。太字のネット局はクロスプログラム直後のもうすぐミヤネやモネット。ネット局は 全局読み売りテレビのマスターからの時給受けで放送し、時刻表示も番組創出で行っているが、東京からの全国ニュースに限り、日本テレビのマスターを経由して放送する。ここでは、制作協力、技術協力、美術協力と分けて記載しているが、番組内では全て、協力でくくられている。制作協力では、中京テレビはきちんと、スタッフロールにクレジットされているが、 日本テレビと NNN 各局はクレジットを流されていなかった。2008年3月31日より制作協力として日本テレビと NNN 各局のクレジットが流れるようになった。しかしながら中京テレビは依然協力の筆頭にクレジットされていたが現在ではクレジットは消えている。5月5日の放送では第2部飛び降り地域でもスタッフロールが流され、 翌日の5月6日、全国放送で初めてスタッフロールが流れ、9月15日、2009年7月20日、9月21日から9月23日、2010年2月19日、5月4日、5月5日、9月20日、9月23日も同様のことがあった。2008年9月29日からは全曲がスタッフロールを見ることができるようになった。 放送時間、ネット局拡大前は、芸能スナイパーは宮根、曜日企画などは森若が生でナレーションをしていたが、二人の負担を軽減するため、2007年9月末からナレーターを設け、2008年9月からは、以下の3人の女性が担当している。2011年4月からは、男性ナレーターも加わった。2008年3月31日より第一部は、 ネットセールス枠となったが、翌日の同年4月1日からは、全国共通のスポンサーがついている。なお、2014年9月26日までの第2部は、ローカルセールス枠となるため各局独自にスポンサーがついたり、局によっては、ノンスポンサーで PT となっているするつぼねとしない、つぼねに分かれていて、コメントのあるつぼねは、日本テレビ等、コメントのないつぼねは、読売テレビ。 札幌テレビ、中京テレビ、静岡第一テレビ、福井放送、南海放送等がある。さらには、ローカルスポンサーが付く曜日と PT の曜日が混在するぼねが、札幌テレビ等にある。一部スポンサーは、事実上、ザワイド時代から引き継がれた形となっている。なお、2014年9月29日以降の9第一部放送時間帯、9、 第2部放送時間帯のスポンサーの状況にいずれも変化はない。祝日など特別番組放送でミヤネ屋の放送時間が短縮する場合はヘッドライン後からネットスポンサーの CM が放送されるなど通常と異なる CM 進行となる。ありがとうございます。